世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。今日はですね、この画面にも鎮座してますけど、モルカーのモチコロリンが届いたんで、これの開封動画をやっていこうかなと思います。はい、突然ですけどね、これね、5月中に発送ってことで、いや我が家にもようやく届いたんですよ。なんで早く開封したい。ちゃんと写ってるかわかんないけど、パッケージはこんな感じ。はい、箱はこんな感じですね。全5種類ってことで、まあ、モチコロリン何かっていうと、なんか手のひらサイズの人形というかぬいぐるみマスコット的な、はい、サイドがこんな感じで、これ全5種類なんですけど、必ず当たるんですよね。なんでこれ世界一ドキドキ感のない開封動画かもしれん。はい、こんな感じでございます。はい、まあ、裏面はね、何もないですね。さあ開けてみるか。ほい、なるほど、こんな感じですね。すげえかわいい。で、5個入りだから1個ここが あれなんだね、ただの箱。で、何が入ってるかはこの段階では分かんないのかな。ちょっと早速1個開けてみるか。とりあえずセンターからいく。じゃあ開けてみましょうか。ほい、あ、結構ノリ強め。あー、めっちゃビリってなってる。開けていくか。ほい、おまず1人目はこれですね。わかります？はい、これパトモルカーですね。パトモルカー、こいつはね、あれだね、あのシロモが大活躍した時、2話かなで銀行強盗の回があったんですけど、その時にね、このパトモルカーさんは本当はね、警察なんですよ。ポリスって書いてあるでしょ。なんだけど、この人は犯人追っかけてる間に人参に気を取られて、全然役に立ってないんですよね。捕まえてないんですよ、こいつ。これもしかしたらあれだな、モルカーの世界のこう警察は結局ね、ちょっと報酬で動くみたいな、仮に気を取られてしまう的な、ちょっとメタファーがあるのかもしんないな、これ。はい、これパトモルカーさん、いや可愛いな、これ可愛くね。では手のひらサイズ。でもモルカーのグッズはさ、できればさ、なんかこうイラストとかじゃなくて、やっぱこの人形で欲しくないってことで買ったんだよね。 いいですね。ちょっとこの辺に置いておこうか。じゃあ続いて2箱目開けていきましょう。さあ何が来るかな。おお、これは主人公来ましたね。はい、主人公ポテトっすね。いや可愛い、マジで。あ、しかもなんかよく見たら、ま、全員この口だね。この分かる、キュッてなってる口。いやね、ポテトさんは主人公なんですけど、なんか僕の印象ですけど、意外と主人公影薄いなっていう。そんなことないかな。まあ1話でね、あの渋滞をね解消するべく奮闘したキャラではありますけど、だまあ正義感強いんだよな。だそれこそね、結構いろんなトラブルをしっかり解決していくようなこう正義感の強い子ではあるんだけど、なんかね、やっぱ他のキャラが強すぎて、意外とね、僕的には印象がそこまでないっていう、まあ、いろんな話にね登場はしてるから、絵にはね映ってるんですけどね。いや可愛い、マジで。はい、ポテトでございます。さあ次開けていこうか。さあ開きました。どんな感じだ。お、これはチョコじゃん。来ましたね、チョコ。この茶色でお花つけてるんですよ、この子は。いや可愛い。しかもさ、今思ったけどさ、このチェーンもさ、それぞれのカラーになってるんだ。ほら、これポテトだったらちょっとこうここね、ピンクだったりとかで、パトモルカーやっぱね、ちょっと水色っぽいから、このチェーンも水色みたいなね。へえ、可愛い。いやチョコはまあなんかこういう感じで、あの頭に花つけてるちょおしゃれさん的なね、可愛い一面もあるんですけど、何気にこいつ身体能力が結構すごいんだよな。なんかレースの回とかさ、結構活躍してたしさ、あとなんかミッションインポッシブル的な回があるんだよね。その時にかなりアグレッシブな動きしてたりとか。いやこの子はね、
ちょっと意外とね身体能力がねすごいんですよ。うん、かわいいかわいい。いや早いものでもう4つ目ですよ。ちょっと開けていこうか。さあ来ました。さあ誰が出るかな。お、これは救急モルカー、救急モルカーですね。はい、ほらここに赤十字的な、よく見たら赤十字じゃない、周りが赤いわあ、ちゃんとチェーンはね青色と濃い青色ですね。ちょっと開けていこうか。かわいい。いやこの子はさ、あれだよね、1話であの渋滞の話の時になんか病人か何かを搬送中で渋滞に巻き込まれちゃって、大丈夫か大丈夫かって泣いちゃうんだよね。うん、かわいそうにな。いやでもね、無事なんとかなって、その回もポテトの活躍あってね、そうお前のおかげだよ本当に、ありがとうね。だからさ、あの頃のさ、あの頃のモルカー、初期の 1,2 話ぐらいのモルカーってさ、だから毎回逮捕者が出るんじゃないかと思ったよね。意外とそんな話じゃなくて安心したわはい、救急モルカーでございます。さあこれラスト1個ですよ。ってことはこれはもう白も確定だね、多分。開けてこうか。ほい、開きました。じゃあ行くか。あ、出た、かわいい。ここも同じ点でかわいい。すっすっ。いやこれはね、白もですね。いやもうこいつはもう印象深いでしょ、みんなもね。うん、もう忘れもしないゾンビになっちゃったキャラですよ。あれ衝撃だったよね、そういうことしてくんだっていう。結構モルカーやっぱねダークな一面あるんだよな。いやでもね、これはゾンビ前の、まあ、最終的にねゾンビから復活しましたからね、白もも。いやこいつはな、本当にトラブルに巻き込まれてかわいそうだからな。あ、勲章はついてないと。これアタッチメントで勲章欲しかったな。いやね、これ2話で銀行強盗の回でね、パトモルカーが人参に夢中で役に立たなかったけど、最終的にこの白もの活躍でね銀行強盗を捕まえてますから。いやでもね、ほんとゾンビになっちゃったりとかね、こいつはねいろんなトラブルに巻き込まれてマジで不憫なキャラなんだよな。まあでもね、無事ちゃんとゾンビからも復活して最後は楽しくね白もも迎えられたと思うんで、いや幸せになってほしい本当に白もには。いやかわいいはい、ということで今日はモルカーもちころにボリューム1のね開封動画お届けしてまいりました。いや本当に可愛いわこいつら。もうボリューム1ってことはきっとボリューム2もね出てくれると信じてるんで、できればボリューム2ボリューム3とね全キャラ網羅してほしいなと個人的には思っております。じゃあ最後はね、みんなカメラの方に向かってバイバイしよっかいやーかわいい。はい、じゃあみんなねカメラの方に向かって、はい、それじゃあねバイバーイ。いやマジでかわいいな。